写真拡大し、例年以上の高速馬場となった夜は何だったのか。 JR 2日目の芝公施設管理の馬場担当の長野照之課長はまず天候に恵まれたことを挙げた。九州北部の梅雨入りは5月半ば、例年より早かったんですが、空梅雨で6月後半からは全くと言っていいほど雨が降りませんでした。日射量が多く、芝はみるみる成長、均一でクッションの効いた走りやすい状態での開幕となりました。故障のリスクが少ない馬場は当然ながら競走馬のスピードを引き出すには絶好だ。発表されていた馬場の硬さ、芝だけの数値は例年と騎手から硬いなど否定的な声はほとんど聞かれなかった。2日目メインの CBC 庄司さんを1分6秒0の JRA レコードで逃げ切ったファストフォスの陣営もレースのダメージはなかった。重賞連勝がかかる北九州記念8月22日小倉に向けて順調に調整を進めている。